ラケットの、移動する距離が長くなるってこと。ここが、軸となって円を描く。そのパワーを伝えるのに重さがすごい。何にも入ってない1リットルのペットボトル。このテープを使って。まだ今テープが見えますね。いつもミンラボを見ていただきありがとうございます。今回は初心者から中高年の方まで、もちろんプレイヤーの方まで、とても参考になる内容になっていますので、ぜひご覧ください。ただ最後まで見ていただかないと少し誤解を招くような内容にもなっていますので、ぜひ最後まで見てください。コアさん、最近 YouTube のコメント欄で、まあ中高年用っていうか、まあ、ジュニアのアスリート向けじゃなくて中高年用に何かアドバイスがっていう話があると思うんですけど、はい、ああいうので何かヒントというかありませんか？はい、そうですね、中高年の方っていうのは基本的に、僕もそうですけど、筋力が落ちるのと柔軟性がなくなるっていうこの2つのことでラケットを速く振る、速く動くっていうのがすごい難しくなります。で、ただ実は、アスリートだったりジュニアだったりっていう選手が、すごいスイング速度でボールを打ってる、コツですね。コツっていうのは実はその動作自体がすごく理にかなっていて、参考になるんで、ぜひその中から今日は、どんなことを参考にしてほしいかっていうのを一つ、ポイントを挙げて、紹介してみたいと思います。でまず今日はラケットのどこにボールが当たってるか、ストロークの時、ボレーの時、サーブの時によっても違うんですけど、まず基本的にラケットのどの位置、手前、真ん中、先端っていう風になると、どの位置に当たると実は効果的にボールが打てるかっていう、その動作がしやすいかっていうのを説明したいと思います。まずサムさん、はい、ラケットの例えばじゃあトップアスリートどの辺で打ってると思います？そうですね、よく見るのは、このちょっと先の方で切れることが多いですかね。はい、そうですね、僕らの、アカデミーに所属しているプロの選手の特に男子ですね、スイング速度が速ければ速いほど上の方、この先端に近い辺でガットが切れてます。で、多分ですけど、初心者ガキどの辺に当たってると思う？そんな先に当たってる？いや、真ん中じゃないですか。真ん中に当てなさいっていうアドバイスよく聞きますけど。そうね、真ん中に当たってたら多分初心者の場合は OK ですね。でもどう、ミスヒットしてる子たちってどこに当たってる？結構手前の方が操作しやすいんで結構下の方に当たってるとかですか？なるほど、そうですね、手に近いところの方が多分感覚がいいんで、最初はこの手に近い場所、真ん中よりも多分近い場所、僕らはこれ根元って呼んでるんですけど、そっち側に、当たってることが多いです。でこれは実は NG です。これをすると、非常にテニスがうまくなりにくいので、今日はラケットの先端をこの先の部分にボールを当てると、メリットがある、動作が良くなりやすいっていうのをちょっと実験してみたいと思います。はい、でまず、ラケットの先端で打つといいことはラケットの、移動する距離が長くなるっていうことで、コンパスだと思ってください。コンパスで例えば軸があって、それに対してこのコンパスをこうたくさん開いた時とちょっとしか開かない時で、例えば体に近いところだとこう回った時にこの円がちっちゃいの分かりますよね。でこれが開くとこの円が大きくなる、分かるよね。で大きくなると、円周、円の、長さっていうのが、距離が長くなります。算数で言うと、数学で言うと直径かける 3.14、 そう 3.14 ですね。直径かける 3.14 っていうのが円周の長さになるんで、当然直径っていうのは、僕が軸だとしたら腕を伸ばしてラケットを振ると、ここから僕からラケットの先端っていうのが半径になります。直径っていうのはこの両方なんで、半径になります。で
半径直径 ×3.14 ってことは半径の2倍、そうですね、 3.14、 6.28、 6.28 倍、1メーターだとしたら、半径が1メーターだとしたら、6.28 メートルっていうのが、動く距離になります。で、当たり前ですけど、同じ時間の中で、たくさんの距離を動くっていうのが加速になります。例えばここから、東京へ行くのに10時間かかる人と、5時間かかる人だと、スピードが倍違うってことです。それと同じことが起きるので、ラケットの先端っていうのは自分の回転軸からすると先端に行けば行くほど遠くなります。半径が、長くなるってことで、そうすると10センチ、もしも、まあこれちょっと極端かもしれないんですけど、10センチ、先で打ったら何センチですか？60センチ。そうですね、約60センチ、円周が長くなるっていうことです。ということはその分、ラケットが加速するんですが、実はもう一つあって、手首から角加速って言うんですけど、手首がこういう状態、こっち側に打つときに実際には動きます。で、そうすると手首の位置が動いてないのに、先端はここが、軸となって円を描きます。ここはこれずっと回ったら円になるってこと。ということは、この角度がある人はラケットの先端までの距離が長くて、この角度のない人は先端からの距離がなくなるっていうこと。これが回るときに先端から遠いところにあるとたくさん動いて、近い先端から近いところにあると動かないってこと。で、これが分かるとスピードを出すために2つ使っていて、まずは体をこう回転させる、あとは腕を回転させる。で、この時に、円周ですね、円周を、長く動くような動作をするっていうのがキーポイントです。これによってラケットの動くスピードが、パワーではなくて勝手にラケットが速く動く、長く動くってことです。で、これを使うためにラケットの先端に当てるってことです。 OK ですか？難しいですね。でも実は、上手い人はそれをやってるってこと。だから、リラックスして打ちなさい。で、リラックスして打たないとどんなことが起きてるかって言ったら、手首とラケットを固めてプッシュすると、これは手首の動いている場所と先端が動いている場所の距離が同じ距離しか動かない。でもこれをリラックスしてたら、この距離が、手が動く距離よりもはるかにラケットの先端がたくさん動く。で、これが加速なんで、ぜひまず皆さんはそれを理解して、ラケットの先端で打つと、ラケットを実は速く動かしていないと思って同じ力で動かしても、アスリートのようにラケットの先端が速く動くようになるということです。だから、上手い人たちはラケットの先端で打ってます。まあ、もちろんね、回転がかけやすいとか他の理由もあるんですけど、まずは、ね、それが今回、中高年の方に大きなヒントになるところなんで、ちょっとまず理解してもらいたいと思います。じゃあ、今度は重さ。今はラケットが動く距離の話で、ラケットの動くスイング速度の話だったんですけど、今度はパワー、ボールに伝わるパワーですね。ボールに伝わるパワーっていうのは当然中高年になるとパワーがなくなってくるっていうんですけど、そのパワーを伝えるのに重さがすごい大事です。はい、ラケットの重さにメリットがあるっていう話をしたんですが、重りをつける場合はこんな風に見えます？こんな風に、真ん中よりも上の部分につけてます。上の部分につけてます。こうですね。はい。で、これをすると、ラケットを振るときに重さのところにパワーが生まれるので、フレームの上と下の振ってるところにエネルギーが生まれて、一つは面ブレ、こういうブレが減ります。例えば重さがあるのとないのだと当たった時にない方が必ず負けるんで、両方に重さがあると負けないってことです。で、一つ
でもう一つはスイングをするときにこの重さで手に伝わってくる感触がラケットの先端の感覚が分かりやすいってことです。重さがここにあるとここの重さは分かるけどラケットの先端の感覚が分からないんですけど、先端に重さがあると振ってる時に手に先端の感覚が伝わってくるので、そういう意味でラケットの先端の感覚をトレーニングするためにも、少し上の方ですね見つけるといいかと思います。でバランスがトップヘビーになりすぎると重く感じるので、ここにたくさんつけた場合はグリップにも少し入れるようにしてもらうと、感じがいいと思います。サムさん、じゃあパワーっていうのは何と何をかけたもの？スピードと重さ。はい、そうですね。スピード、動いてるものは物体が動いてるスピードと重さ、質量です。質量をかけたものがパワーになります。ということは、ラケットは重い方がいいの？軽い方がいいの？重い方がいい。そういうことですね。ラケットを速く振れる選手たちは軽くていいんですけど、僕のようにラケットを速く振れない人、筋力のない人っていうのは実は重い方がいいです。で代表的なのは、伊達公子さんですね、めちゃくちゃラケット重いです。で僕も現役の時は、こうやって重り今もつけてるんですけど、人よりもたくさんつけてました。で 380g ぐらいの使ってた、かなり重いの使ってたんですけど、理由は、ラケットのスイング速度が生まれないんで、打ち負けてしまうのを、重さで補うためです。で、ちょっとじゃあ実際に重さっていうのにどんなことが起こっているのか実験をしてみたいと思います。はい、じゃあガッキーちょっと実験してみましょう。はい、でこれ何にも入ってない1リットルのペットボトル。最新のラケットですね。はい、そうです。はい、これ1リットル水が入ってます。入ってます。かなり重いね。重たいです。で、大げさにこの重さをちょっと どれぐらい重さによってパワーが違うのかっていうのを、実験してみたいと思います。まずボール2つ。これ同じボールです。同じヨネックスのボールです。どっちも同じぐらい使ってあります。で、これをこの重さのない状態でこれで当てた勢いパワーですね、生まれるパワーと。この重さを使って、当てた時に生まれるパワーがどれぐらい転がる距離が違うかっていうので試してみたいと思います。どれぐらい違うと思います？何倍ぐらい違うのね。そんな変わるんですか？何倍ねえ、どうなの？サムさんどうなのね、変わるのかな？違う、変わりますねちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあ実際にやってみましょう。はい、まずはこれね、中身のない方を、まあ、当たるとかな、当たるところで持って一番助走をつけます。ここからこの状態、一番助走をつけた状態でいきます。こんなもんやね、パワーがほとんど生まれません。じゃあこれで同じことするとサムさん多分ねもっと転がるんで3倍ぐらいじゃない？そんなわけ、3倍、そんなにいきます？行くでしょ、サムさんはもう向こうシングルスラインぐらいまで行けますよ。ああ、行った方がいいね。じゃあ行きます。同じようにこの当たる位置から助走をつけて、この辺まで。あれ、え、おほ、え、ということです。はい、じゃあちょっとラケットの先端で打つためのチェックですね、チェックをしたいので、このテープを使って、こんな感じで当てたい最初場所ですね、この先端にしましょう。この場所にこれマークしてるだけです。でこれをマークして、今から実際にミニテニスでここに当たったかどうかっていうのを、打つときに目標、これが目印です。で実際に当たったかどうかっていうのを動画で撮っていて、当たったときにこれが隠れる状態、当たったときに見えなくなってたらこの先端に当たってて、ここに当たってると、このテープが見えるので、ここにちゃんと当たってるかっていうのを、動画で見てチェックしやすいようにマーキングしました。ちょっとこれで一回打ってみてください。 OK です。では、サムさんと、ガッキーさんに実際にミニテニスで
意識してやってもらいたいと思います。これでラケットの先端に当たってるか、今当たってないですね。まだ今テープが見えますね。うん、今のでもまだ、お、いいんじゃない。お、なんかいい音するね、テープつけたら。今真ん中に近いですね。後でスローにしたら多分分かりやすいと思います。後ろからも見てみたいと思います。ラケットの先の方で打つっていうのを今、トレーニングしている状態です。あ、いいですね、先に当たってますね。後ろから見た方が分かりやすいかもしれないですね。じゃあバックハンドもやってみましょう。バックハンドの方が先を使うのが難しいかもしれないですね。ああ、できてますね。サムさん片手なんですけど、バックハンドも行ってみましょう。おお、先当たってますね。うん。どう、ガキさん意識できてる？いやー、バック難しいですね。バック難しい。かなり先端で取る感じがない。こんな風にしてラケットのどこでボールを打っているかっていうのを少し、ミニテニスで意識するだけで、ラケットの先端が、長く動く場所でボールが当たると、パワーが生まれます。で、これが分かると、長ラケが実はいかに有利かっていうのが分かると思います。おー、 OK です。どんな感じ？意識して打つと自分の力じゃないなっていうのもありますけど、うん、確かにセンターに当たった方が、あの、重さが、あの、乗ってる感じやっぱり出ますね。おお、なるほどね、感触が良くなる。どう？うんね、いつもとめちゃめちゃ真ん中で打ってるなっていうのが今。そうやね、多分真ん中で打ってるよね。真ん中よりちょっと下に当たってるぐらいな気がしましたね、今やってると。うん、はい、そういうのがまあ分かるのが多分このね、何か目安をつけるとそれが分かるんで、じゃあちょっと逆に、真ん中、手元、先っていう風に3箇所で自分でラリーしながら打ってみて、これで分かると思います。ちょっと自分で、じゃあ真ん中、ど真ん中、ど真ん中、あ、ど真ん中ですね、ど真ん中で、ちょっと 手に近いところ、近いところ、ここはね、感覚が悪いはずです。ボールが飛ばないし感覚が悪いはずです。気持ち悪いね。あ、今のとこ最悪なとこですね。で、ラケットの先端、先端だとラケットがなんかこう抜けるように動くのが分かるよね。すごい分かる。これが大事です。おー、なんかフォームまで良くなるね。もう一回根元、もう一回根元、もう根元というか手元というかどっちも、今真ん中ですね。あ、ここですとラケットの先端が回らなくなるの分かります。あらららら、 OK、 ありがとう。はい、ここまでやってきて、ラケットの、スイング速度、ラケットが動く速度と、重さっていうのが大事で、そのためにはラケットの少し先端を使うとうまくいくっていうのを、ちょっと結論で言いたいんですが、これ間違うと大変なことが起こって、例えばラケットの先で打ちすぎるとボールが飛ばないです。このトランポリン現象って、ど真ん中が一番弾んで先に行くとフレームに近いところに行くと弾まなくなります、飛ばなくなりますっていう、ラケットの構造上真ん中に
ラケットのパワーがあるのは確かなんですが、今日言ったみたいにそのスイートスポット真ん中っていうのが実は少し上まで実際には、真ん中になってるラケットは構造になってるんで、ど真ん中や手元よりも必ず真ん中よりちょっと上っていうのに、メリットがいっぱいある。ラケットの先端が振り抜きやすかったり速く振れたり、重さが伝わったりっていうのでいいことがあるっていうのを覚えてもらうと、ラケットの先端を必死でこんな風に必死で先端を動かそうとするんじゃなくて、自然とこのラケットの重さを使ってラケットの先端を走らせるっていうのを、うまくヒントにして、試してもらうといいかと思います。で、あとはラケットやね。ラケットによってどう思う？そうですね。最近どこのメーカーさんもすごい大きいラケット、デカラケットが出てるじゃないですか。うん、すごくパワーあるラケットなんですけど、そのラケットのパワーだけに頼ってどうしてもまたテクニックの方に問題を起こりやすいと思うんです。それどう思います？そうですね。まずラケットが大きいと、大きくて軽くなってるといいことは、操作性って言って、この自分でラケットを動かすっていう、こういろんな風に動かすっていうのだと軽い方が、操作性がいいです。先端が重ければ重いほど先端が出てきにくくて操作性が悪くなるんで、でそういう意味では、最近のその大きくて軽い、まあ、素材が良くなって軽くなってるんですけどのいいところはラケットを自由に動かしやすいっていうのが1個で、もう1個は大きくすることでスイートスポットが大きくなるっていう、まあシンプルな、ここに当てたいけど当たらないっていう人たちが、当たらない時にボールが飛ばないんじゃなくて、この辺どこに当たってもちゃんとボールにエネルギーが伝わるっていう意味でスイートスポットを大きくするために、ラケットサイズを大きくしてる。でこれはすごいメリットです。で、ちょっともう一個、それと怪我の問題なんですけど、怪我は実際には、ラケットが重いと力を使わなくてもパワーが出るっていうことは、体には負担がかからないっていう反面、重いものを無理に動かすと体にすごい負担がかかります。なんで、ある程度正しい打ち方をすると重いラケットを使うと怪我しないんですけど、正しくない、もう自分の力でもうすごい、ラケットを操作しようとすると重いラケットを使うと怪我しやすいってことです。これややこしいですよね。でラケットも同じで、フェイスの、大きいやつっていうのは操作性はいいんですけど、実際は、ラケットを振るときに本当はラケットの先端が回りにくくなります。でそうすると結果的にラケットを速く振ろうとする人は大きいラケットを自分の力で速く振ろうとするんで、当たりにくかったり怪我しやすかったりって逆効果になるってことです。難しいですよね。でこういう現象が起こってるっていうのを理解してちょっと試してもらう、自分でわざとフェイスの小さいラケットで振ってもらったら感じが出やすいかもしれないし、少し上の方、極端なぐらい上の方で打つことで、真ん中よりちょっと上で打てるっていうテクニックを覚えれるかもしれないしって言って、ちょっと極端に試すのは、ありかなと思ってます。そうですね、怪我しないように正しいテクニックで、はいはい、皆さんに合うラケットをチョイスしてほしいですね、はい、そうですね、はい、ぜひプリンスいいラケット多いんで、はい、一度使ってみてください。はい、ありがとうございました。